あ、じゃあ最後に豆知識教えてあげる。いや、これガチガチガチ、今回ガチね。今回ガチ。うん。なんで鉛筆って黒いかわかる？鉛筆？うん。なんで、うん、その文字書くときに黒じゃなきゃいけないかわかる？もうそれは分からん。なんで？じゃあよく考えてみ。黒なんだよ。おう。やっぱ黒って見やすいのよ。やば、殴りて。いや、多分この深夜じゃなかったらはーってなってんだろうけど、今めっちゃ面白いな。見えないな。見えないだろ。おいったいったいった。これでいけるぞ。そんなところで戦ってたんや。バカ野郎、危ねえ。ほら、危ねえ。ほら、見ろ、俺これ。よし。強い。勝った。俺の勝ちか。おい、危ない、死ぬ死ぬ。あ、マジ？ごめん、ごめんやん。それはごめんやん。やばい、やばい、やばい。冷え、冷え、冷え。怖い、怖い。もう命無限だから、ちょっと。なんか中二の人がいますけど、大丈夫ですか？やばい、命無限だから。正面に来るわ。怖い。近寄らんとこ。俺の命無限だから。イェーイ、種だらけの場所。お、ナイスちょっと、殺人事件起きてますけど。何ですか、ハルさん。犯人はこの中にいる。俺やん、じゃあもうじゃあ俺やん。なんで俺ベイクドポテト一つ持ってんだ。リリースします。汚い、汚いわ。やめて、やめない。ヒステリックになっちゃった。イエーイ。あ無限の命、無限の命、本当だ、無限の命じゃん。何かやりたいことはあるかい。そうだな、まあ、でも単純にエンドラ討伐してその後なんかモッドの世界行くとか、うん、ありきたりだけど、そういうの俺もなんか普通のやつよりモッドとかハイフマップとかそういう系の方が取れる視聴率いけんじゃないかなって思うけど、でも最初練習も兼ねてっていうか、普通のマップでいろいろやってみるのも全然ありだと思う。その方がいいと思うな。マイクラに愛着湧きそうだし。そうそうそう。湧いてるよ俺。湧いてる。頭、内が。頭湧いてたこの人。やべえ人だった。ただの。トロス変わってきたな。驚ろ。やばいよ。ちょっと待って、本当に頭湧いてる人いるんだよ。フロアも湧いてきました。じゃあ、フロア湧いてきた。もう一回踊るわ。もう一回踊るわ。何かあるたびに踊り出す。3人で相撲対決だから、今日シフトしてないからね。よーい。な。よし。ほっ、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 ホップス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 。危ない、いけ、足引きだよ、足引きだよ。いや、僕の、僕のやったー。いや、うざいな、なんか足引き地味に、地味に勝ち上がって、ほら、賞金だよ、ほら、やったー、捨てたよ。よっしゃ、行くか。異世界転生。伊勢丹、伊勢丹。伊勢丹。伊勢丹転生っていう。伊勢丹転生。伊勢丹転生。買い物しちゃうじゃん。あれでいいんじゃない？ここから飛び降りたらなんか違うワールドに行ってますよみたいな。ああ、いいね。いいね。来ちゃえや。フォローしとこう、フォローしてくれたか。ヒー君やめろって。おっと、おい、キー君。やめろって。やめろって、ハルさん。あれ
これ一番悪くなくなってるな。よし。喧嘩。喧嘩。マジマジ。マジ。マジマジマジ。マジ。マジ偏差値3になったみんな。ここで。そこか。死のうとしてて、うん、俺らが。やめろやめろやめろって来て、考え直せっつって、関係ねえわって言って飛び降りて、おいって言って俺のマシンを落としてもうこのマシン死んじゃうみたいな。ああ、ああ本当に死んだ人がいるんだけど。で、なんかどっか行っちゃうみたいな。なるほど、なるほど。助かるやつじゃん。いいかも。危ないや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 。わ、すごい。危ないよ。ああ早すぎた。じゃあ俺犯人やろうかな。そっか、どっちにしろ俺ダメじゃん。あんた刑事じゃない。刑事じゃないとダメ。やばいな、俺のスキン緊張感なさすぎでしょ。俺後ろから撃ったらこの顔になるんだけど。この顔なんだけど。あ、待ってよって言って、あの異世界行く前にちょっとなんか違うスキンにしといて、うん、それだけなんか変異しちゃったみたいにしてる。あ、これ。これになっちゃったみたいな。これやだな、それ。やだ。ちょっと変えてくるわ、じゃあ。これどういう階段？大変だ、大変だ、みたいな。じゃあ、俺が全力で逃げるから。ああ、そういうことね。そうそうそう。その、追っていけばいい、ね。逃げてって、俺がこうやって、逃げてって。逆光やべえな、これ。待て。そんなことしても何もならない。待つんだ。よし、追い詰めたぞ。俺はもういいんだ。そんなことして何になるってんだ。俺はもういいんだよ。危ない。うわあ。これいいんじゃないこれ。パーちゃんどうしろ。俺は何役？二人で。パーちゃんどうしようかな。俺はじゃあ下で海水浴してるか。パーちゃんあれでいいんじゃない？直撃しちゃう。向こうの世界の人間でいいんじゃない。ああ、いいじゃん、いいじゃん。確かに。よし、来い。なんて言えばいいんだろう。一回練習ね。オッケー。適当でいいよ、とりあえず。よし。なんだろうな。ようやく追いついたぞ。お前、何人殺めてきたと思ってるんだ。俺じゃねえんだよ。さっさと投降しろ。やめろ。くそ。待て。よし。さあ、追ってくんな。追ってくんな。やめろ。だってそんなことしても何にもならない。追い詰めたぞ。俺死んでやるよ。やめるんだ。そんなことしても何にもならない。しかんな。待て。しかんなよ。死にすぎです。いいんじゃね、いいんじゃね、今の。今のでいいんじゃね。よさげ。一回撮ってみるじゃん。撮ってみよっか。俺符号しとった方がいいか。そうだね、三人称に。後ろからでいいかな、いいか。いや、前からだとこうなっちゃう。超並んでんだけど。よし、行こう。はい。なんだっけ。追い詰めたぞ、ね。あ、ようやくここまで追い詰めたぞ。もう逃げ場はない。さっさと降参するんだ。俺じゃねえよ。こしろ。俺じゃねえよ。今ならまだ間に合う。俺じゃねえ。待て。来んなよ。追っかけてくんなよ。待つんだ。そんなことしても何にもならない。待て。ほら、もう行き止まりだぞ。来んな。俺も死んでやるよ、ここで。やめろ。来んな。うわぁ。ブラボ。いいんじゃない？スキンが戻って気しょいな、相変わらず。隣どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか
深くないですか。ちょっと深くないですか。あ、これでいいや。あ、確かに。ようやくここまで追い詰めたぞ。もう逃げ場はない。さっさと降参するんだ。俺じゃねえ。今ならまだ間に合う。俺じゃねえ。待て。もう行き止まりだぞ。来んな。俺も死んでやるよここで。やめろ。来んな。これが大人のキスよ、シジ君。食ったら続きをさせてあげそうね。急にブサイクになっちゃった。